江戸時代初期にかけての武将、大名、日向国佐戸原藩書大藩主。署名は、雪久、ついで同音で政治とし、幾を、雪久と読むのは、旧名から来た語読。天文十九年、薩摩国長吉で生まれる。当主、島津高久の弟忠政が父。忠政は永六四年に戦死したので、叔父高久、重慶義久に養育される。 A68 年、大隅国調査号を与えられ、長じて父の所領であった、大隅の幼少清水城に集法された。天正6年11月、日向国高城にて、大友勢との戦いの時、幾は自ら敵陣に駆け入って奮戦し、これがきっかけになって、島津勢が勝利したので、幾が第一の軍港として認められた。 天正15年の豊臣秀吉の九州の役に、島津氏が敗北すると、領地の再編があり、琉球貿易の独占を目指した吉久は、種ヶ島氏を、薩摩の地乱に移した。これに伴って、天正19年、幾は、種ヶ島、薬島、沖の選ぶ島一万国を領することになる。その後、関ヶ原の戦い直前の1599年には、大熊、 垂水の領地を与えられることになり、これ以来、垂水は、島津忠政の子孫が、島津はじめもんとして領有していくことになり、これが、垂水島津家の起こりになることになる。慶長5年、関ヶ原の戦いで、島津と義久が戦死すると、慶長8年、家康との関ヶ原後の戦後交渉を終えた劉白と、当主家久は、種ヶ島に保護を始めて、 幾を鶴丸城に召し出す。会見では竜白から家康の井で、関ヶ原の戦い後、幕府直轄地にしていた、亡き豊久の丘陵である日向中軍佐渡原三万国を、新たに幾に与えると告げられ、その日向佐渡原藩の初代藩主となる。後に、高原の刀を賜った。なお、幾の孫である、島津久信は、豊久の妹を正室に迎え、 慶長7年には、島津久都氏を設けていた。機会があり徳川家康に配謁したいと思った幾は、家宝の片月茶入れを剣じた。これが後に、島津片月と名付けられる。慶長13年の駿府城武神を助けた頃で、賞与の御所を受ける。慶長15年、丹波国志の山城の不信のために、京都に赴き、上落中に没した。京年十一。 京都市場お寺町の大運に葬られたが、この時住職に世話になったことから、佐渡原藩島津氏は、相当州から浄土州に収支返する。長男は、朝鮮の役の際に病没、次男は養子に出ており、後を三男、忠興が継いだ。法名は、昭誉まれた高市女高月院。ありがとうございます。